皆様こんばんは。今日はあの、伊方町では特にあのみかん の, あの収穫とそれから夜はあの選果作業で大変お忙しいと伺っております。で、私どもの講演会にあの伊方町内はもちろん内外それから県外からも今晩は本当に多くの方々市民の皆様それから議会の皆様駆けつけてくださいました。心より感謝申し上げます。私は今日司会を務めさせていただきます堀内と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは ありがとうございます。あの早速でございますのであのできるだけ井戸川様にたくさんあのお話をいただきたいと思いますので、主催者の挨拶を簡単にあのさせていただきます。それではよろしくお願いします。皆様こんばんは。凱旋では大変お騒がせをいたしました。私たちは、伊方原発50キロ圏内住民有志の会といいます。東北大震災を経て東南海巨大地震を目前にしている現在、伊方は私たち50キロ圏の住民のみならず瀬戸内も含めた中四国全域の命運もかかっている、まさしく中鎮地点だと考えています。私たちは賛成反対で反目し合うことではなく、対話を通して地域の自治や防災について共に模索していきたいと活動している一般市民の集まりです。一般人なら老若男女誰でも参加できます。垣根なくあらゆる職業の方々とつながっていきたいと思っています。今日はよろしくお願いします。まずはじめに今回の会場使用についてご尽力くだされました伊方町の役場職員の皆様、また教育委員会の皆様に深く御礼申し上げます。反対意見賛成意見両方の意見も疑問から始まっています。その疑問について自由に話し合える今日この場は、なんと素晴らしいことでしょうか。私たちはやっとスタートラインに立てたという気がします。今から講演いただく井戸川勝孝さんは福島原発事故当時双葉町の町長をされておられました。東京電力や国、福島県の対応の不実さに対しはっきりと抗議をし続けてこられました。これから立地自治体の首長として被災した貴重な体験をお話していただきます。先日地震の後岬で講演会のお知らせをして回っているとき、同世代のと思われる女性と話し合う機会がありました。地震がとても恐ろしかった、原発は恐ろしいけれども調整のことを考えると反対もできない、どうすればいいのか、不安に満ちた表情と私たちと地震の恐ろしさに共感し合えた安堵の笑みと複雑な感情の動きが私の心に刺さりました。この伊方の人たちの切実な心の不安は原発のすぐ近くに住むものしかわからないものでしょう。他の市町ではいまだに原発の問題は伊方町だけが負うべき問題だと他人事を決め込んでいる人がいっぱいいます。ここまで大きく難解な社会問題をどうやって伊方だけで解決できるのでしょうか。まず考えを改めなければいけないのは伊方の周囲に住む南予地域全域の人たちかもしれません。この問題はもはや誰一人として他人事では済まされないのです。思考停止に陥っているのは伊方だけではなく南予地域だけでもない、日本中すべてです。このように陥ったとき、するべきことは一つです。原点に帰ることです。
当たり前に吸っている空気、当たり前に飲んでいる水、当たり前に毎日食べている米、野菜、果物、肉、魚、これらはどこから生み出されたのでしょうか。自然は私たちを取り巻く環境、私たちの住むこの大地であり、この海です。人間が自然のサイクルを乱さない限り、自然は無限に永遠に私たちに恩恵をもたらしてくれます。今も常に私たちに、私たちが当たり前だと思い込んでいるさまざまな恩恵を与えてくれます。この自然の働き、生命の働きを生命の土台、生命の源と呼びます。では私たち自身はどこから生まれてきたのでしょうか。私たち自身もこの自然の働き、循環から生まれてきたものでしょう。私たちが求めてやまない物質的豊かさも、元は自然からすべて生み出されたものです。すべての始まりはここが原点、原因なのです。経済から制度は生まれません。結果から原因は生まれません。それが自然と経済は天秤にかけられません。それができるなら、自分の命と経済を天秤にかけられるということです。そこには倫理の元道徳も成り立ちません。そのような社会は不幸極まりない社会です。いきなり私の反対意見を聞いていただきました。今日は井戸川さんの話をよく聞いていただき、人間が生きる原点についても皆さんに考えていただきたいと思います。そして今後、賛成意見、反対意見のお互いが対話することによって、互いの考えが深まり、伊方町にとって最良の方策が得られますように記念して始めたいと思います。それでは皆様お手元のプログラムをご覧ください。1ページ目に本日の次第プログラムを書いてございます。これから井戸川様のお話を伺いますが、お聞きになられまして何かご質問等がございましたら、受付でお渡ししております小さな白い四角い用紙にぜひお書きいただきまして、講演会の最後午後7時50分に休憩時刻を取りますので、私の方まで、あるいはスタッフという名札をつけたものにまでご提出いただきましたら、すべて今日井戸川様が目を通してくださいまして、時間の許す限り答えてくださることになっております。どうぞよろしくお願い申し上げます。またプロフィール等は下に書いてございますので、ぜひご覧になってください。それでは井戸川様、早速です、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、皆さんこんばんは。伊方町には3度ほどお邪魔しております。それは事故前に出ました。それまで伊方町さんと同じく原子力推進側におりました。これはただそういうわけじゃなくて、伊方町長さんとも一緒に原子力発電所の安全ということを常に国には求めておりました。もちろん電力会社にも求めておりましたけれども、基本は安全なんですね。安全、これがもう崩れてしまった以上はですね、やはり私は原子力発電所は危険極まりないという立場に立つようにしました。多くの町民を今流浪の、ね、行き先の決まらない民人にしてしまったんですよ。これほどひどいことはありませんね。住民の基本的な人権を無視して避難をさせてしまった、政府の避難指示に対して素直に従ってしまった、何の条件もなく、期限もなく、何もなく、ただただ避難してしまった、この愚かな決定を私はしてしまったんですよ。従って今町長を辞めても、当時の状況を、私が責任者でしたので、今でもその責任はあると思っております。
このような非常な思いを多くの国民の皆さんにはしてもらいたくない。なぜかというと、避難をしろと言っただけで、あとは放り投げられたままなんですよ。舵のない船に、そしてエンジンのない船に乗っかったまま、今でも同じなんですね。どこに上陸するかっていう、そういう温かい手を差し伸べることなくですね、今置かれているんですね。こういうことをやはり皆さんに直にお伝えをして、原子力発電所という危険性は隠されたまま、原子力発電所で得る利益だけを強調された。でもその利益っていうのは、こうして見ると私たちではなかったんですね。放射能まみれになって働いていたのは立地である双葉町あるいは双葉郡の人たち、約40年も過ぎれば 80% は双葉の人たちだったんですよ。その人たちは放射能まみれで働いてた。一方、事故起きても避難することもなく、今でも普通に給料もらって職場があって働いているのは、東京電力ももちろん、東京電力も含めて東京にいる現場にいない人たちの多くがそうなんですね。であれば、やはりこの不毛利性をなんとか皆さんにも、お伝えして、そして皆さんに賢明な判断をお願いしたいなと、そんなふうに思っております。で、最近すごい地震がありましたね。震度5強。最近は福島第一を取り巻く地震は最大でも震度4です。震度5強の地震が来ましたらば、分かりません。止まってませんから、原発はどのように壊れていくか、まだ福島の場合は分かってないんですよ。おそらく壊れたでしょうね。津波は来なくても壊れることはいっぱいあったと思いますね。電線が地中を張ってるんですよ。ちゃんとした工事をしてやってるんじゃなくて、汚染水のホースだって土の上をはわしてるわけですから、汚染水タンクだってあれほど並んでて、横揺れした時に揺れますね。そしたら配管、タンクとタンクをつないでる配管は直線でつないでるんですよ。これは割れますね。そういうこともできない、とにかく応急でやってるのが今の原発の状況です。一旦事故が起きるともう無法地帯ですね。全く放射線量も管理されていません。被爆を隠されたり、通常では考えられない残業をね、2時間に決められてるのを、午後2時間、 朝残業2時間ということで4時間もやって今汚染水の対応なんかしてるんですけど、ここで働いてる人たちはもう経験者が出なくて、あんまり現場を分からない人が大勢になってしまいました。仕事のできる人はみんな被爆をして現場に入れないですね。そんな状況を、果たして原発って安全だと言い切れるかということを私は強く皆さんに訴えたいと思います。原発は私たちのようになってみると、基本的人権、こういうのを全く無視したものであったということですね。基本的人権を原発利権、原発のないと困るという人たちの利権者は超えられませんね。避難計画の作成を示唆するのは、これはおかしいと思う。基本的人権を無視していますね。私は違法だと思っています。皆さんは住む権利があります。私たちのようにこれから先どこに住めばいいんだと、どうしていい行けばいいんだと、高齢者から特に言われました。仮設に入っている高齢者から、私はここで死にたくないんだと、町長どこか死ぬ場所を見つけてくれ、作ってくれって頼まれましたけど、これをいくら国県に言っても進展しないまま、もう3年過ぎました。そのように避難そのものは非人道的であって、基本的人権を無視したものであります。私は避難してしまって失敗したなと非常に思っています。人権の固有性というのをみんな持ってますね。それぞれの国民的な義務を果たしていればもう人権主張できるんですよ。不可侵性、これは国が、今経済産業省が避難計画のできていないところには
あの国の支援でもって作らせられると言ってますけど、作らせられることは、これは彼らはいわゆる皆さんの人権を侵犯してはいけないんですよ。公務員では皆さん、ここに公務員の方いるかどうか無視してお話しますけど、あの誓約書を書くんですね。誓約書、その書いてる方は分かると思いますけど、これはまさにこの人権をね、国民の人権を踏み込んだ行為をしてならないとなってるはずですね。自由権もあります、皆さんには。精神的な自由権、社会的な自由権もっとありますけども、など皆さんには有してるんですね。社会権、人間に値する生活を国家に求める権利ですね。概略的ではありますが、営利企業の利益のために、電気屋の利益のために、国家が国民の不幸追求に至る避難計画作成を要求することは私はできないと思います。ありえませんね。避難計画を作れっていうのは、作らされる理由がないんですよ、皆さんには。基本的にないんです。それを作れっていうのは、要するにここのね、こういう皆さんが国民として得ているものを侵害しているから、何とも思ってない連中がこんなこと言ってるんですね。だから規制委員会というのは、私はとんでもない委員会だと思ってますね。原発は双葉町を壊すことができない、まあ、双葉町に限らずですね。あのちょっと時間急ぎます。双葉町に限らず、地方公共団体を一企業がですね、壊すことはできません。こんな例もないし、これを許すことはできませんね。地方公共団体は営利企業に対しての指示命令権を持ってますね。指導命令することができるんですよ、行政権は。地方公共団体だって末端行政としての行政権ありますから、私は双葉町を東京電力に壊すことはさせません。弁償はきっちりとさせます。これからも頑張ります。司法分権っていうことを言われても久しいですよね。都合のいい時は地方分権って言ってきながら、今度はこの原発において全く私たちを外してるんですよ。事故前はちゃんとした流れができてました。国と県と引き受け町村とって事故対応するっていう、そういう絵ができてたんですけど、事故起きた途端にその絵を壊したのは国なんですよ。私たちを参加させないまま、勝手に今でも私たちのことを決めて示すとか説明するとか言ってるんですね。なんで国が介入するんだと。今度の事故は東京電力が起こしたんじゃないかと、人災だと。なのになぜあなた方はここに出しゃばんだって言うとね、うまいこと言い逃れしていくんですよ、いつも。でその証明しろと私追及すると、証明できませんよね、どこも。文書書けませんから、うやむやにして帰っていっているのが現状です。だから規制委員会が皆さんに対して命令する権限はありませんね。事業者じゃないんですから、皆様は。勘違いしないでくださいよ。規制委員会が決めたからどうしようもないんだって、それはありえませんから。そんなことあったら裁判を起こしてください。絶対も勝ちますから。でもね、福島の事件いくら訴えても裁判にならないとこはちょっと不思議だ。三権分立って本当は危ういなと思ってますけどね。住民自治は、電力会社は企業です。住民自治、皆さんの隣組、大技小技、隣組、あるいは何とかの寄り合いも住民自治の範疇に入ります。電力会社は営利企業ですから、これは法人の、罰則規定からなんかいろんな法の規制がありますね。皆さんは自治権の中での規制はありますけども、この企業に対する規制とは違ったものがあるんですね。だから皆さんの方が上位であるということを忘れないでください。町と住民には原形復帰を求める権利があるというふうに私は勝手に考えてるんですけどね。これはこれからの問題です。私のこれからの仕事です。避難開始から帰還までの費用保証と賠償の請求権が存在すると。避難させた場合はですね、開始から帰るときまで費用の保証、賠償、この費用の保証賠償って、これ大変大切なんですね。チェルノブイリでは、ウクライナでは
生活を保障するようになってるんですけど、プリピチャの人たちはそうなってるんですけどね、キエフ市内にアパートに引っ越している人に会って話聞いていましたら、国家にお金がないから払えないということで払うことにはなってると。しかしないものは払えないということで今払ってないそうですね。ウクライナは非常に原発事故で財政逼迫してますから、今度のようなことも出たかもしれませんけども、非常に大変です。事故がなければあんな国にならなくてもよかったと思うんですね。賠償とかそういった費用保障のためにとんでもないお金がかかって大変なんです。事実の隠蔽による被害の損害の責任、これ事実の隠蔽、私たちはされてきました。当初東京電力は津波のせいだと、この事故は津波のせいだって言いましたね。自然のせいだって言ったんですけど、2002年から国と東京電力は地震津波の協議をしていたんですよ。それを先ほど私の町民に愛媛に来てるのかなと思って電話したら、まだいわきにいるそうですけど、彼は電力関係で長年勤めてましたけど、2002年から電力と国が津波対策の話してるの知ってるかって聞いたら、知りませんっていう、知らないんですよ。現場の人間は知らなかったんですね。だから事実の隠蔽による損害というのはものすごく大きいです。被爆の検査されてませんね、十分されてないのにもかかわらず放射能の影響でないと言ってますけど、これもやがてはっきりするでしょう。そうするとこれの被害の損害賠償の請求権も確立しないといけません。皆さんにこれ語ってるんですよ。皆さんのこれからの立場として、私たちはもう途中まで列車で走ってるんですよ。皆さんはまだその列車に乗らない状態ですから、乗った場合にこういうことも考えておかないといけないんだと。だから今から行動しないといけないんだということですね。町民は放射能の基準を決める権利があります。今規制委員会で20ミリシーベルトって言ってますけど、皆さんは福島の事故だから20ミリでもいいやと思っていくかもしれませんけど、これは全くとんでもない話です。福島で20ミリだったから、ここでも事故あったら20ミリにされるんですよ。賠償もそう、すべて前例が今東京電力が作ろうとしてるんですよ。電力業界の不利にならないようなものをどんどん前例として確立しようとしてるんですね。だからこれについては私たちが決めるんだと、それはいいよと、住む権利のある私たちが決めるんだというふうにしてください。絶対これは負けませんから、功利主義者っていうのは原子力村っていう言われてる人に、まあ、功利主義っていう名前つけてしまいました、ね、騙されんなよって言うんです。私たちは騙されてここまで来たんです。なんかちょっとね、コンピューターの使い方が私もおかしいんですけど、ね、わかんないですけど、ちょっと変なの入りますね、エラー入ります、規制庁に憲法と人権は任せてはいけません。彼らは避難については私たちは判断しないって言ってるぐらいだから、いい加減なんですよ。判断させないでください、いいよと、お前たちはいいと、口出すなって言って、私たちが決めると、ね、法の下の平等と国民主権を妨害してます。何が妨害してるかというと、避難基準、区域の見直し、賠償、新賠償基準ね、私たちも。あれは NHO が作ってしまったんです、勝手に。そして、強要してます。だから、法の下の平等、国民主権、私は野田総理に、双葉軍民は国民と思ってますかって聞いたら、大事な国民ですって答えたけど、そんな扱いは一度もされてません。言葉だけです、あの人は。国民には自治権という強い武器がありますね。自治権というのは住む権利、住んでいた実績ですね。もう何十年も住んで、何百年も住んでるっていうのは、40年程度の電力会社よりも皆さんの方が居住権は強いんだよということ。避難計画の作成、先ほども言いましたけど、強要されるものではないと。電力の利権よりも生存権、占有権が強いと私は思っております。市町村長はですね、住民の代表者なんですね。代弁者なんですよ。こう、弁抜きましたけど、代弁者なんで。だから、独断で、判断、決定はできません。もし、伊方町の条例規則の中に、町長が、専決できると、原発の、再稼働についての決定についての専決ができると、
独断でできるんだと単独でできるんだっていう条例規則があれば別ですよ。それは皆さんそれぞれの市町村の、条例規則を調べてください。私まだ調べてませんので、普通はこういう条例規則はありません。私は町長としてはこういう条例規則を作った覚えもないし見た覚えもありません。普通できません。これは不在協議の議事録の公開を求めようというのは、私たちは不在裁判のように勝手にいろいろ決められているんですね。事故前は私たちはその協議の場の一員でした。市町村というのは、立地市町村というのは。それが事故起きてから外されてしまったんですよ。都合のいいように決められていると。伊方町も事故起きればそうされるんじゃないでしょうか。前例として、原子力村にとっては非常にやりやすい前例として、やっちゃってる、今やっちゃってるわけですから、不在の中で勝手に決めてるわけですから、だからこれはね、どういうふうに決めたか議事録出せって皆さん求めてください。その誰かにその不利なことを皆さんに押し付けようとしたらば、会議録出せって。自主自立の権利を憲法が守ってますので、法律を皆さんもねよく勉強してください。ここですね、避難は無理です。はっきり言って皆さんできると思ってます？私たちは何歩頑張っても避難指示出たのは朝の5時44分です。そしてその後災害対策会議って町でやるんですよね。町の中の組織の中で、そして決定して、それから住民に周知するんですよ。その時何だったって言ったら、電話使えません。道路はズダズダでなかなかその後行きにくかった。一部は停電で使えなかったところありますけれども、唯一使ったのは行政防災無線だったんですよ。これしかなかった。それぞれの大和の区長さんに連絡して、区長さんに全町民の安否確認させる暇はなかったんですよ。通常1時間で通れる50キロのところを8時間かけて避難して、スピーディーの絵の通りに私は避難させてしまったんです、町民を。朝は違う方向でした。全く違う方向から風吹いてたんですね。この風ならこのルート選んでいいなと私は読んだんです、先読んだんです。しかし残念ながらあの日は風が回ってしまった。午後2時ぐらいには1号機の方から役場の方に吹いてきたんです。朝は1号機から富岡町の方に吹いてたんですね。富岡町には申し訳ないけども双葉町には来ないなと思ってたらば、残念ながら回ってきちゃったと。そこに私は7時半ぐらいに避難指示町民に呼びかけましたから、その時はまだ風がね1号機から南の方に向かってたんですよ。南西の方に向かってたんです。だけどだん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 時間が過ぎることによって、南東から北西に向かって吹いてしまった。そこがスピーディーの図だったんですね。だからどんなにベストな選択をしても、自然を相手にして叶うことはなかなかできません。そして大渋滞でした。大渋滞の中で子どもたちは車の中で飽きるから外に出て遊んでたそうですね。そこに放射能がいてたんですよ。こういうことがあるんで、よくよく避難なんていうことは受け入れたらば皆さんの負けですね。私は負けましたね。避難を受け入れたから負けてしまった。したがって避難はできないもんだということであれば、原発に対する向き合い方が変わってたんですよ。ふざけんなと、原発の方避難しろと、俺はしないと。安倍政権の問題ね、まああんまり私は好きでないから、好きな方には大変耳塞いでみてください。円安の誘導っていうことで景気のね、景気を円安でやんだって、まあうまいこと言ってましたけど、よくよく考えたら原発の再稼働に持っていこうとしているのではないかなという考えに今至っています。燃料費の高騰という、最近言いましたね、電気料金を値上げするとって音がします。これから、電気料金は安いって言ってますね。やはり原発が必要だということを信じ込ませようとしています。何でしょうこれね、なんでこんなの入っちゃうの。原発必要だって世論を ね、まあ、作ろうとしています。その結果、
世論はそれに応じたと、やっぱり原発必要だ、再稼働しようって応じたとすると、再稼働という宝物と一緒に値上げという両方電力会社はしめしめとやってしまうように思えてなりません。しかもエネルギー危機を煽ってですね、エネルギー危機だ、エネルギー危機だって今も煽られ始まってますね。6度 C が上がるとかなんとかっていうのを、私はこの前双葉に帰った時、海行った時、もうずっとね、海水は自然海水の温度になってますから、あの海域は生物はね、放射能の影響の生物あれはそれはあるにしても、昔の原発できる前の海に戻ってました。それは原発の最盛期の時には遺骸っていうんですか、黒いね、ちっちゃい貝、あれがね、いなくなってしまったんですよ。ところがそれが付着するようになってきました。要するにこれが自然だったんだなっていうところが見えました。だけどなんかね、これをエネルギー危機って、その時新聞書きますよ、テレビに出ますね。そしたら原発事故を忘れて、もう原発だってね、なっていくように持っていくということ。そしたらば、ね、この人たちはしめしめと、うまくいったなと、この様々になるわけですね。様々になったら今度こっち側も様々になるんじゃないかなと予測しています。まあ間違ってくれればいいけど、再稼働を阻止するためにですね、私は絶対阻止してもらいたいと思います。私たちのようになってもらいたくないし、私たちが人間として扱われているように思いますか。仮設住宅に3年入ってて、今どんどん関連死が増えてるんですよ。事故がなければ死ななくてもよかった人が増えてるんですね。それでも安全だって言ってるんですけど、やっぱり何を大前提にするかというと、この個人の尊厳でしょうね。憲法第24条2項の解釈でもって、個人の尊重と人間の尊厳っていう、この言葉はものすごく重いと思うんですね。その次には幸福追求権ってあるんですね。皆さんのお墓を持って避難していける、いけますか。あの山、みかん山を持っていけますか。この自然のものを全部持って避難できますか。できんだったら取引してもいいかもしれませんけども、双葉町が原発が始まってつい最近までいくら東電 の税収、あるいは、町としてですね、町として、交付金等を含めていくらもらったと思いますか。40何年間で、まあ、正確な数字ではありません。ざっと言いますと750億円なんですね。で、町を失った金額というのは7500億以上ありますよ。1兆円越しますよ。1兆円も2兆円も越しますよ。だって除染なんかできないって言われてるわけですから。スウェーデンの学者に聞きました。私スウェーデンに昨年行った時に、双葉町何年で戻りますかって言ったら500年って言われたんですよ。普通に行って500年って言われたんです。ですのでね、売るよりも失う金額ははるかに大きいということですよ。だから幸福でないんです、私たちは。13条の高田の生命自由および幸福追求、国民の権利になってます、憲法では。環境権、ここにも13条の解釈の中で、大阪空港公害訴訟第2審判決の解釈によって、環境権っていうのはね、環境人格権、環境汚染によって生命、健康などを害されない個人の権利だということを言われております。これまだ、福島県民はこれをですね、まだ勉強してないですね。できないんですよ、皆さん。疲れちゃって。ものすごく今疲れたり、喉がおかしいとか、もう人生諦めたとかなんとかってね、本当に分断されてですね、もう新たな職業に皆さんつけます。もうそろそろ定年を迎える人たちが新たな職場なんか行きませんよね。避難させられて場所変わって、もうパニックになってるのにないですから、その冷静に考える余裕ないですから、こういうことまでは考えられません。だけど冷静に考えると、こういうことが我々にはあるんですね。あったんですね。私たちにはあったんですね。そこでですね、再稼働を阻止するためにはですね、これはとっておきのお話をしておきます。
皆さんに、前回来た時は話してませんから、八幡浜の人たちには大変申し訳ないんですけど、伊方のこの会場に来た方にはぜひ得したなと思って帰ってください。要するに内容証明ね、通知書っていうことで、こういうことを出してはどうだろうかということ、私は四国、読み方勝手に書いたんですよ、には憲法に基づく国民の権利に基づき反対をいたします。貴殿は私の本意に反して再稼働に同意して避難を余儀なくされた場合、全ての責任者として全ての損害請求いたします。なお理由と損害項目については書きにということで7つ用意しますけど、これ8つでも10でもいいですね、途中なんです、これは途中の文章です。なんかちょっとおかしい、ごめんなさい、途中の文章ですから、これは皆さんのところにもあると思いますね。こういうようなことをして、下にね、その同意した人たちですね、同意した人、同意をした人ね、これにこの方にこういうこともどうかなというふうに私は思っております。もっと違う用紙もありますから、それもやりますけども、すみません、無視しています、避難しない宣言の進めね、私たちは避難しないと宣言したと先手必勝ですから、明日にでも今日にでも、皆さん小グループ作って、そのグループで避難しない宣言をされてはどうでしょうか。私だったらしますね。こんな苦しい目をに合わされて、国は全然私たちのことを見てませんから、私たちに国から県から見舞い金ってもらったことないし、東電からも見舞い金もらってないんですよ。賠償は 60% が限度ぐらいで値切り一生懸命やってますから、だからそんな連中にまともに付き合っていくわけにいかないんですよ、ね、避難しない宣言をして、私たちは避難しないんだと、したくないんだと、やったって無理なんだと、双葉町のようになりたくないんだと、双葉郡のようになりたくないんだということをこの方たちに向かって宣言してしまうんですね。宣言してその文章を送りつけるということ、私たちはということで、ね、大勢で、内容証明の書式の中でやっていくことをやってはどうでしょうか。これはその 一例です。通知書作ってみました、私勝手に。通知書、私たちは福島の原発事故の現状と将来を考えたとき、福島県民は機敏扱いされていることに大きな衝撃を受けました。地方公共団体はいかなる時も機能は維持しなければなりません。しかし双葉地方では行政が住民とともに避難しました。これは営利企業が自治体を崩壊させる前代未聞の事件です。平和憲法の日本においてあってはならないことです。国策という曖昧な宣伝と、事故を起こさないという国および東電を信じていた双葉地方の住民は、国民の義務を果たしながら平和に暮らしていました。信じていたんですよ、私も。事故の原因はともかく、故郷を離れる苦渋の決断を強いて、避難生活は地獄のような毎日で、苦しんだ挙句に死を迎えている、悲惨さを私は経験したくはありません。このような理由から私は省きます、ここは。が、私たちの生存権と幸福追求権を脅かす再稼働には反対します。さらに、私たちが専従していながら避難させられるいかなる理由も存在しませんので、避難計画の作成要求そのものが自治権を侵害しています。大事なこと聞いちゃった。すみませんね、本当に具合が、こんなことも初めてなったんですけど。ということで、ここが消えましたけど、字は。ここね。で、拒絶しますということで、平成26年、7月3月なので、これは皆さんの犯行です。これを、ね、30キロ圏に限らず多くの、合わせて拒絶します。この、皆さんの30キロ圏じゃないですよ、250キロ圏ですよ、被害あるのは。まあ、これも喋りませんが、こういうところに出されるべきだと、今すぐ、内容証明で、思います。
ょっと強烈だったでしょうかね。はい、それから、まあ、これはですね、なぜ前段でこの話をしたかったかというと、ここを書いてたんですけど、やっぱり寝ても覚めても頭の中から離れないんですね。それをどん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 前書きしてしまったことでこういうことになったんですね。まあ、これはあの目次は、これからの目次はこういうふうに書いてありますので、これも急いで説明をします。避難計画は役に立たなかったという、なぜかというと、これがあるんですよ。今日も原本持ってきましたけど、双葉町の地域防災、計画の中に原子力災害対策計画ってあったんですね。薄いんですよ。5ミリぐらいの計画書です。机上論で役に立ちませんでした。放射能が漏れた想定がですね、非常に過小でしたね。ほとんどない計画になっています。協議している時間がなかったんですね。この計画通り協議して住民を避難するなり、役場内の協議している時間がありませんでした。通信回線の機能の麻痺、これは全く全ての命取りですね。これらの反省のもとに、ね、再稼働するんでなくて、原子力災害対策計画が作らなければなりません。避難計画でないですよ。そういうことをしないうちに避難計画を作れっていうのは、まあ、これはとんでもない話だと。従来の組織です。私たち今の本の中身ですね、こういう組織でした。薄くてごめんなさい。資料には入ってるのと入ってないのありますけど、流します。これも従来の組織です。ここにちょっとここを見ていただきたいんですけど、双葉町、このね、緊急事態の連絡網の中で文科省と経産省があって、これが県民です、福島県ですね。で、県の出先のセンター、原子力センター、浪江町、双葉町、大久保町、富岡町、楢葉町、広野町、これらが一体となってこの災害対策計画を実行しなければなかったんですけど、ここはここ、ここはここでやって、こちらは取り残されてしまった。実際は役に立たないんです。で、先ほど放射能を自分たちで決めんだよって言ったことはここに書いてあるんですよ。ここに皆さんの資料は薄くて見えないかもしれませんけど、ここはね、予測線量はっていう、ここの予測線量、これはここには書いてありますけども、合同対策災害対策本部または合同対策協議会において算定しということで、勝手に国だけが作るんではないんだよと、合同対策協議会において算定し、それを、まあ、防護対策に持っていくんだよと、周辺住民の安全対策に持っていくんだよと、ここに書いてある、集約してるね。だからここに書いてある100とか500とかっていう数字は、ここには書いてあるけどな、しかし、合同対策協議会で決めるんだって言ってるのに、国が20ミリセンチルなんて勝手なことを決めてるのが私にはダメだって言ってるのはそこなんですね。こういうことありながら、こういうの前、事故前からあったんですね。これは先ほど言った国と県と町の関係です。事故前です。オフサイトセンターっていうのはこの大きな丸で、それぞれ国とか、原子力安全委員会、住民、これは、町、ですね。それから、これは通るか、これは市町村の対策、こういうふうに都道府県と全部ここのセンターのコア、この中心の中で対策、合同対策協議会あったはずなんです。全部入って、ところがこれですね、これもそうです、その姿です。ここに合同対策本部があって、ここに町があるんですよ。県があって、発電所が、東電があって、東電がこれ全部ですね。経産省、内閣府、文科省、安全委員会、消防、自衛隊となってたものが、この次のページのこうなってしまったんですよ。11日の19時3分、これあれですね、なんか、官邸で出しましたね。官邸で原子力設置されて、
何かの発表したと思いますね、官邸が非常事態宣言か何か出したと思います、この時代にね。その時にこれがもう機能してなかったんです。で、情報はこれ県と町村っていうのはこれイコールでなくちゃならないんですよね。ここに行ってこう行って行ってこいなんですね。往復なんですよ、情報は。お互いに全部ここが共有して、それぞれここからタイムリーに出なくちゃならないのに出なかったということが、これでお分かりでしょう。最初からこの事故は我々は不利な条件に置かれたままです。そしてこれは12日の未明まで続いて、その次、今もって3月15日の5時35分以降はここで決めてるんですね。県と国とで決めて、町は外されたままなんですよ。これもまた前例として伊方町でやられたら皆さん本当にたまったもんじゃないですよ。だから私は怒ってるんですよ。だいぶ落ち着いてから私は国に対してとにかく混ぜろと、ここに線引けと何回も申し入れしました。ここに線引けと。だけど絶対除染についても帰還についても区域の見直しについても全く部外者のまま決められております。今も続いている被害ですね、被害の隠し、がっかりしますよね。ここまで喋ると事故は人災ですね。これ基本設計が悪いんですよ。 GE が設計した海水面から10メートルのところにグラウンドを決めたことも、それが一番悪かったんですね。で、あとはこういう圧力格納容器とプールね、絶対容量が足らないそうです。爆発した時爆発を吸収できるだけの原型はもっと大きかったそうですけど、どこでどのように間違ったのか間違えたのか分かりませんけど、ちっちゃくしちゃったということ、それが基本設計の誤りですね。爆発したら外に放射能が出るようになってたんです、最初からね。安全をけちったのが原因ですね。私は現職中、事故前言ってたんです、あなたねって、こんなにけちったらそのうち会社を潰すような大きな事故を起こすからねって言っていたんですよ。注意しろよ、普通の企業は小さなトラブルの時は小さいうちに、普通のね経営者はそうやって防ぐんだよと。お宅のようにこんなにしょっちゅうやっててダメだねって言っているんです。私に言われた東電社員は、東電の上役ですね、何人もいるはずですね。国に対しては東電の体質大丈夫かいって、本当に今東電安全なの、人材教育されてんのとか、マニュアルだけで何かやってるようだけど大丈夫かいって言ってたのを私は国に対して言ってました。事故前、大丈夫かって、大丈夫だ町長って、そんなこと絶対起きねえからって言ってたんですよ、国も東電も。で、国は東電にお任せだったんですね。こういうペーパー作るにしても途中報告とかいろんな説明報告に原子力安全保安員が来てくるときに、東電より先に私に説明に来たことは一回もありません。東電から書類が来て、私も東電からの報告を受けます。こんな厚い本も何もこう受けるんですね。その後なんかタイトルとかちょこちょこっと文言を変えて原子力安全保安員の様式にして私のところに来て説明をしたんですよ。だから眠くてね、もう1時間もざーっと説明されるから、その間目つぶってなんかこっくりやってて、そろそろ終わるなっていう時に目覚まして、終わったらところでここのとこどうなんだいって聞くと必ず答えられませんでした。国の方が、原子力安全保安員の監督委員の人たちは検査課長なんかは答えられませんでしたね。要するに彼らは公務員で技術者じゃなかったんですよ。それが管理監督をやってたためにいい加減になってしまったと。経験がないですね、公務員はありません。本当にこれ公務員を責めてもしょうがないですね。今の仕組みが悪いんですよ。2002年から地震津波の協議をしていたんですね。社長の危機管理ありませんでした。さっきも町民と喋ったんだけど、
南社長から荒木社長からあの辺からおかしくなったんだと、安くすることについて奨励金を出すようになってしまったからあの時からだっていうふうになってます。その通りですね。オーナー経営者が不在です。四国電力のオーナー経営者いますか、ね、だからリスク不干渉になってますね。東電は巧みな世論操作で事実隠しをしておりました。私もかなりきついこと言ってるんですけど彼らにだいぶ騙されましたね。電力会社は最大の情報を持ち主ですから国民の情報の全部を電力会社に掌握しています。だって四国電力皆さんこれ払うの契約してますよね。口座こあの向こうに知らせておいてますよね。だから皆さんの裸いわゆる裸状態に彼らは情報を知っているということを考えてください。非常にだから口座振り返っての危険だなというふうに最近思うようになりました。何でも知ってるんですよ。だから隠すことも世論操作も彼らにとってはいとも簡単にできてしまうと。事故の責任ですね、国の責任をちょっと羅列しました。審査責任、適合審査とか現場調査とか管理監督責任、状態監視とか不適合発見とか停止命令改善命令とかというこういう責任があるはずですね。保安責任、保安規定監視、保安規定違反の監視とか被爆被害防止の指示とかですねあるんですね。検査責任、許可に至るまでの検査、適合検査、検査調書の保管とか義務があるんですね。指摘指示変更、不適合の監視と是正という運転状態の把握と記録及び保管公表、廃止、期限の明示、告知、命令という、こういうことが私はあると思います。東電は、危機管理ですね、原発の最大の要件、絶対条件ですね、事故を起こしちゃいけないという、これをあれですよ、あるんですね、逃れれません。面積ないんですね、これらには。機能保全だけどダメなんです。国が今邪魔してきて私たちの前に東電よりも国が出てきて邪魔しちゃってたじこうフェンスを立てちゃって東電を出さないようにしてですね、協議の場に国が出てきたんです。なんであなた方来るんだって常に私は怒ってました。東電を出せって言って安全対策、事故防護および避難訓練、装備の保管とか非常事態想定、避難行動の想定、訓練、スピーディー情報、環境測定、周辺放射能測定と記録と公表ですね、公表、正しい公表ですよ。周辺整備、避難用道路の整備とか医療機関の充実って、あ、ごめんなさい、これ福島県に行っちゃった、東電の、ね、隠蔽、虚偽の報告、隠蔽、製造物責任、面積はありませんね。人材育成、これヒューマンエラーです。チェルノブイリも、スリーマイルアイランドも、東電も、福島第一も、ヒューマンエラーですからね。非常事態体制っていうのは、護送の防護体制って言ってました、子供、言葉では。全然ダメでしたね。実際、簡単に壊れましたから、全くなってませんでしたね。これは、だけど、やるって言ってたんだから、絶対これは責任ありますね。事実の公表、迅速な公表、虚偽の公表、ワクチン氏。虚偽の公表というのは、私たちはどういうことかというと、11日の夜、タスクフォースで後から東電が出した報告書を見ますと、どっかにあれもあるんですね、このあれにあるんですけど、11日の夜の8時には1号機には水なかったんですよ。で、広報の社員が来て、役場庁舎の3階に周辺の住民が避難しました。一泊したんですよ。その時夜10時半に来て、まだ1号機には水ありますから大丈夫ですって言ってるんですよ、ね、そう広報部の社員が言ってて、しかもですね、東京電力の社員の家族は11日の夜には避難が始まってたんですよ。私たちが気が付いた時は大方はもう避難していなかったんですよ。実態です。だから許せないって私は思ってるんですよ。福島県は
原子炉法とかね、これの点検ですね。自分たちは権限ありませんから、これについて国ですから。だから点検とか監視、これは国の福島県はあると思うんですね。安全協定、これ県と双葉町、奥松町、東電との三者協定っていうのがあるんですね。これのやっぱり遵守を見張らなければならないか。安全対策、自分の避難訓練、装備の保管、非常事態装備想定、避難行動の想定と訓練とスピーディー情報。訓練はですね、半日コースだったんですよ。半日コースで、午後になると、まあ、昼になると避難用の、 給食のおにぎりをみんなで食べながらニコニコ笑って、今日も終わったって言って帰っていったのが今までの避難訓練ですね。環境測定、記録と公表、これは後で話します。記録と公表、周辺放射能の測定ですね。これは国に、県にはこれは義務があるんです。周辺整備、避難用道路の整備、避難医療機関の充実。避難用の道路は私の前の町長、その前の町長から双葉郡として県に避難用道路の整備をずっと毎年毎年要望要求してきましたけど、やられ作られていませんでした。だから避難大変でした。いや、もう伊方町はどうされるんですか、避難の仕方っていうのは。容易ではないですよ、簡単になんか行かないからね。え、この道路さえもなかったんですね。この市町村の指導も県の仕事ですね。町、県民、許認可関係、指導監督、権限ないんですね。同意、義務はないんですけど、まあ、なんとなくこう同意を求められてますよね。今度の再稼働についても、地元がいいって言えばいいって。あれ、地元って言ってですね、地元の首長って言ってませんよね。地元がいいって言えばいいってことを皆さん忘れないでくださいよ。地元がいいって。安全協定、ね、これはあるんですね。安全協定の遵守の確認は町でもしなければなりません。10条通報とか15条通報とか何条通報ってありますから、これに適切に住民に知らせる義務があるんですね。住民の安全確保、程度に応じて住民を安全な場所に避難させると。これ、私がなぜ埼玉に避難したかってよく聞かれたんですけど、今度の事故に際しては一番の被害は放射能です。放射能からの避難を完成させたかったんです。完成をさせたかった。でも結果的に埼玉も放射能が濃くてですね、完成に至ってません。ところが福島県内にずっとずっと居続けてる市町村長さんたちは、これからね、問われるでしょう。この放射能の限度っていうのは本当にいいんですかっていうことが言われ始まったらば、これはダメだわ、やっぱりここも高いんだって言われた時には、それぞれの市町村というさんが形として住民の避難をさせたかということが求められます。これからどうしたんだと、適切にやったかというと、私は避難始めた時からこれを考えてました。完成、避難か、放射能からの避難を完成させなければならない。30キロではできませんからね。先ほど言った250キロっていうのは証明して見せたんじゃないですか。私が埼玉まで来たって200キロ離れちゃって、まだ放射能はもっともっと遠いんですよ、ね、薄い放射能はもう愛知県ぐらいまで来てるわけですから。だから完成したかって言われると私も完成してない。しかしより完成に近い行動はしたのは私だけですね。責任放棄に関わっている者たち、東京電力ね、全部です。これ後で読んでください、ね、モデル避難計画、これわざとこれ色を薄くしたつもりなんですよ。さっき避難させられる必要がないんじゃないかって言っておきながら、モデル避難計画を書くのはこれね、マニアックなことを言ってるわけですから、でもちょっとまあ触れておこうかと思って書いたんですね。これは見てもらいたくないんですよ、本当は。後から来た原発を避難させるのが筋でしょうということですね。住民は避難しない宣言をすると。20分以内に200キロ離れることはできませんね。2時間でもそうです。いいですよ。こんな避難計画なんかできるわけないじゃないですか。全く無理です。福
島の事故はプラントが地震で壊れたために正しいメルトダウンが始まっていると、津波でないと言われ始まりましたね。外部電源が、切れたというのは鉄塔が壊れたんですよ。原発構内の鉄塔が、あの鉄塔さえ壊れなければ外部電源はなくならないで済んだんですよ。なぜ鉄塔が壊れたかって、鉄塔の工事に関わっている方、ご理解のある方手を挙げてみてください。電線の鉄塔に、じゃあご説明します。あれはね、斜面だったんですね。まあ、こういう斜面で、ここが川、小さい川あって、ここが道路あって、こういう斜面だったんです。ここがこういう感じで、こういう斜面で、ここには固体廃棄物とかいろんな建物建ったり、いろんな、この上にはですね、いろんな構造物といろんな重量物があったと。鉄塔はこの辺にあった、この辺にあったと。そしたら鉄塔は地震の時に根こそぎ崩れたんですよ。根こそぎ崩れるっていうのは、ここの斜面の時に、普通考え、私が素人でも考えるのは、ここのところに岩がどのぐらいに、何メーターに岩があるんだと。岩のところまで基礎を掘って岩着って言うんですけど、岩着させてれば土が崩れても鉄塔は流れなかったんですね。土が流れた、地震で流れたのと一緒に鉄塔も流れてしまったんです。これは鉄塔の設計者のミスですね。ボーリング調査して、地質調査して、そして基礎を決めるんですよ、鉄塔っていうのは。そのぐらい根っこ、見えないところの根っこっていうのは十分慎重にやらなければならないのに、いとも簡単に崩れてしまったっていう、これが一番の原因ですね。津波とか地震とか言ってますけど、まあ、地震によって崩れたあれです。まだこれはあんまり公に言葉に出ませんけど、私は現場に行ってみた時に、あ、これだわいいと思ったんですね。福島にね、だからどこでどのように壊れるか分からない。地震津波ばかりではありませんから、スリーマイルは明らかに人災ですから、迷ったと、捜査を迷った、判断を迷った、それたったそれだけのことじゃないですか。だから非常に危険であるということ、迷った場合には、捜査を間違った場合には、ああいう大きな事故が起きるんで、今みんな地震津波に目を向けさせられておりますけど、一番私が事故前から注意してたのは人災です。ヒューマンエラーです。これを防ぐのは本当に危険ですね。ヒューマンエラーを防ぐには、その上司がそれだけの気づきが持っている人、気がつく人がいるかないか、そしてさらにその上の上司がその下の、ね、部下、直属の部下の監視をして、性格を見抜いて、 A っていう答えを持ってきたけど、じゃあ B という、あるいは C という答えはどう考えているのかってい こうバックチェックするぐらいの経営者じゃないと持ちませんね。それを求めるとなると、いませんから。オーナー経営者もいないし、サラリーマン経営者の会社が、電気会社が人ごとのようなことをやって、今でもどっかに行って給料もらってそうですけど、そんなのが経営している会社で、福島のようにならないっていう宣言ね、これはぜひしないとダメですよ。地震津波じゃないんだと、福島のようにならないことなんだと。ぜひ皆さん、福島のようにならないことを私たちは要求するんだと。地震津波の検討なんて規制委員会でやってますけど、そんなの当たるか当たらないかはそんな関係ないんですよ。福島にのようにならないこと、私たちは双葉町民みたいなように仮設に入って死ななくてもいいのに、寿命が早く来て死んでしまうことは断れと。高齢者の方は特に聞いていただきたい、こう言われたんですね。先ほど言ったかもしれないけど、死ぬ場所を作ってくれって言って、高齢者の方は長い人生の中で、ついの住みか、ここで自分は最後を迎えるんだよというところを気づくんですよ。それを全部今回根こそぎ壊されちゃったんですよ。まだ時間のある若い者はいいですよ、そうじゃなくて高齢者の場合は時間がない。だから泣く泣く関連死として、いろんなところで今 死を迎えてるんですね。だから福島のようにならない、双葉のようにならないっていうのが決定的な文句だということを皆さん持ち帰ってください。地震津波ではないんです。それは一つの原因であって、もっともっと包括的に、根本的にものを言えば、福島のようにならないことだということですね。そして放射能を絶対出すなと、それは
海、ね、陸、絶対出さないって私に直に言ってたんですから、東電も国も。それを今回出したわけだから、それはやっぱり出させないことを皆さんも求めてください。絶対ダメですよ。負けますから。放射能の影響でないって嘘つかれますから。放射能びっちりかぶって。私のことを調べもしないで1ミリシーベルトとか100ミリシーベルトとかって高いレベルの放射能をかぶったのいないって言ってますけど、私自身がどのぐらい高い放射能をかぶったかわからないんですよ。みんな振り切れちゃってあの時わからないんです。自分がかぶった放射能の量が、占領権が振り切れちゃった。そこに私がいたんです。私たちがいたんです、ね、完全に事故を起こさない保証契約を結ぶ、まあ、モデル避難計画ですよ。入れてください、もう一つこれちっちゃく、ね、念のために作る避難生活、避難生活計画ですね。避難計画じゃなくて避難計画っていうのは、避難こっちの場所からこっちの場所に避難したって、これが避難計画になっちゃったら困るんですよ。避難の結果生ずる避難の生活の計画でないとダメですよ皆さん、ね、避難の生活薄くしましたけど、避難生活わざわざ作る必要ないから薄くしたんですよ。避難の生活計画ね、ごまかされないように避難の生活計画、再稼働前に従前と同じ町をどっかに準備させる、従前と同じ生活ができる費用負担 の契約を電力会社にさせると、初期費用として10兆円を供託させると法務局に。避難区域は事故前、事故時1ミリシーベルト以上の全域だ、避難区域は事故時1ミリシーベルト以上の場所全域です。30キロじゃないんです。さっき言った250キロというのはここに来るんですね。避難場所は事故時1ミリシーベルト以下のところに避難場所は設けさせなさい、設けなさいよということ。設けさせですよ、この避難をさせる、避難を強制する者が避難を準備しろって言うんですね。避難生活する場所、避難区域の決定に事故責任者を、ね、事故の原因者責任者は除外して、ね、福島のようにならないという、さっきは言っているように、被害者を外して福島県は決めてるわけですから、だからそうならないようにしてください、これも 念のためになんですね。避難しなければ期間もいらないんですけど、期間計画っていうのも頭に入れてください。期間計画、避難したんだから期間計画ないんです。私たちには期間計画なしの避難計画をして避難させられてしまった、してしまった、受け入れてしまった、私のミスです。期間計画を再稼働の前に決めておくこと、皆さんね、これ大事ですよ。期間計画、これは皆さん作ってもいいんですよ。モデル期間計画ね、功利主義者って原因者みたいなのは排除するんだと、国も排除してくださいよ、国が作ってありますなんて言ってダメですけど、私たちはそれを要求するってことで、さっき言った通知書を出すんですよ。こういうのを、こういう文書をまとめて出すんですよ、添付して。期間開始は事故前の環境に戻してから、ね、期間開始はロンゲラップ等で一回帰還させられましたね。で、そこで帰還したために被爆して発症しましたね。あれが非常に今福島で起こってるんですよ。早く帰れ早く帰れって言って県知事が温度を取ってるもんだから、みんな帰ろうとしてるんですけど、あれで帰ってロンゲラップ等の二の前にならなければいいなと思って、私は大変反対してますけど、ダメですよ。いわゆる事故前の環境に戻してからですからね。事故前の自治体に戻すことですよ。これがなくては生活できませんから、機能しませんから。自治体が再稼働前に計画を作成して契約させることですね。避難開始から期間までの全費用を負担させること、避難開始から期間までの死亡させない保証契約が必要、弱者救済がされていません。もう死んでいくのが 自分勝手だみたいにされてますから今。損害賠償、これは事故の前、避難しなければ、避難しないように事故がないようにすれば必要ありませんから、まあ後で見てください。いろいろあります。もう本当にありますから。限りなく賠償の科目はありますから。双葉町の再現というのはこういうことを考えていますけども、放射能からの完全避難の実現がまず最初ですね。その次、原因者に放射能は町から持ち出させると。原因者に。持ってけと、お前らの不手際で起こした事故に何で責任を持たせんだと、取らなければならないんだと、ね、仮の町で暮らすこと、放射能の基準を自分たちで決めますよと、さっき言ったように、ね、行動対策協議会で決めるんです、ね、
健康手帳の完全利用を図ると。健康手帳の私は町民に健康手帳を作って渡してあります。浪江町と双葉町だけですね。飯舘村もやってるのかな。あとはやってないようですけど、福島県はこれに消極的ですね。十分に安全になったら期間準備を始めるんですね。安全になった500年後ですよ、双葉町。期間完了後10年間までは賠償保証は続けされる。何があるか分かんない。事故前から期間までの町の成長、よその町、ね、伊方町、さっき役場庁舎の前でカメラ向けながら羨ましかったですよ。事故がないと俺んとこの町もこうだけどなって。今のうちの町は誰もいない、いるわけにいかない町にされてると悔しいなとしみじみ思いました。皆さんは羨ましいですよ。私たちが先にこういう思いして双葉のようになりたくないんだと、ダメだって言ってれば済むんです。皆さんは騙されないでくださいよ。避難経路を作る気なんてバカな考えを起こさないでくださいよ、ね、だから私たちは限りなくゼロから下に、今下に成長してるんですよ。人は、人口は少なくなるわ、いつになったら住めるか分かんないわ、ね、これは私が作ったパンフレットなんですけど、ね、これはこれとこれセットなんですけど、これは後から私が書いたんですね。この子たちどうでしょう、恨むでしょうね。私たちはこれが30キロの、いや20キロですか、これ、ね、20キロですよ、ね、30キロこのぐらいですかね。これで済むわけないじゃないですか。じゃあなぜ田村市で挑戦やってるんですか、川俣で挑戦やってるんですか。だからさっき言ったように1ミリシーベルト、土壌線量も含めて複合的に測った線量で避難区域は しないといけません。こんな勝手な縁切られて30キロだけが被害者、被害地域かと。だったら30キロ以内の人たちは再稼働に同意したらば、こんなこと言っちゃいけないんだけど、本当はお前たちの責任だから俺たちのこと弁償しろよっていうことにも起こりかねないということだけ喋ってみましょう。住民間の争いが出てくるんですよ。お前たちが認めたから、これが私たちの役場でパンフレットにある役場の人がいる頃の姿です。こういう祭りもやってたんですよ。今の役場の庁舎の前から、田んぼからね、田んぼにあるのはみんなこれセーターが泡立つと。去年よりも今年はちょっと声が低いですね。去年はもっと高かったんですね。2メートルぐらいありました。今年は声が低い、養分取ってしまったのかな。空っぽです。人がいないもんだからどん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 これね、地震のたんびに崩れていくんですよ。雨漏りはするしね。これは街の状況です。想像できますか、今この前の通り、これを従いませんよね。受け入れます、避難計画を作ってこんな状況受け入れられます、皆さん。営利企業ですよ、相手は。限りなく税金を使ってむさぼってる企業にこんな風にされて、あ、これは地震だけど、これを復旧できないことがこのような状態だってことをね、見てください。これ、最近のカレードスコープに出てるあの映像ですけどね、日本政府は、ね、東電と政府の発表はやはり嘘であるということ。今までは、9% っていうことで、やってたんだけど、15% に引き上げたということ。今度はもう見てらんないと。政府の嘘がもっともっと本当は広いんだよということを、ここで出してあります。もっともっとひどいんだよというのはこういうことですよね。4万ベクレルっていうのは、これ4万ベクレル、40っていうか40キロですから4万ベクレルですね。これ4万ベクレルって。4万ベクレルっていうのは、原子力発電所で働いた方は、東京電力の場合、4万ベクレルから40万ベクレルは管理区域でいうと C 区域なんです。C 区域は全面マスクです。肌は一切表に出せません。10時間以上行っちゃダメなんです。そこで飲食しちゃダメなんですね。それが C 区域っていうことで、東京電力は事故前は4万ベクレル以上、40万ベクレルまでは C 区域と。D 区域は40万ベクレル以上で、それはその
この周辺の空気を吸えないんですよ。空気ボンベを持って入っていかなければならない。しかも線量計がついてますから、それがアラームが鳴ったらばすぐ出なくちゃならない、そういう管理区域があるんですね。土壌線量もこれヨーロッパのあれですから、おそらくこの土壌線量も測ったんでしょうね。測っての話でしょう。空間線量だけの話ではないと思います。外国では厳しく評価してますね。これも後からね、東京新聞だったかなって言ってたの、空襲の時避難したらダメだったって言われてたんですね。知らなかった、私戦後までだから。避難するなよと、空襲でも避難するなよと、火消せなくなるから避難するなよって言われて、じゃあ今東京電力のある事故の現場から避難するなよっていうのは、被爆しても避難するなよっていうのが今と同じだなということで載っけました。被爆してるんですよ、今の作業してる方たちは。これはですね、あのボタン雪です。ボタン雪を今年 の、 あの大雪の前の雪の時にこういう空からボタン雪降ってきたんですけど、なぜかというとこういうのがこういう形で私たちのいるところに空から爆発物が降ってきたんですよ。それを皆さんに表現したくて、これちょっとね、あの映像を出しました。こういうところに空からあのまっすぐ降りてきたんです。斜めじゃなくてまっすぐ静かに音もなく降ってきたんですよ。私の自宅も、ね、ひどいもんですね。私の自宅のあれとか前は 0.4 ぐらいだったんですけど、今度は 1.24、 1.4 とね、数字が上がってます。今下がってません、上がってます。 3.5 キロぐらいのところで私はあの家ありますので、ね、帰れないでしょうね。汚染水の映ってないっていうのは技術者がもういなくなっています。もうどんどん被爆して中に入れなくなってますね。だから、はい、あと何分でしたっけ、もうそろそろ、あ、3分、急ぎます、3分ですから。これもひどいですよね、これもひどい。この人は、まあ、ひどいってこの人はね、ブロックされてるそうなんですよ。この人が、この人がブロックされてる。これは福島県内の1ミリシーベルト以上のところにマップね、全部こうマークしました。福島県の地図です。ほとんどこれが東北道と新幹線が通っている。福島市、郡山市、白河市、会津若松市、南相馬市、新地町、相馬市、ここが双葉郡ですね。双葉郡、いわき市、ほとんどですね。あの米 の、 あの問題、これ食あの福島県内というか日本で決めている100ベクレルに対して事故前の米のベクレルは 0.02 ベクレルだったそうです。だから100でいいって今言われてますね。100以下だったら検査等合格です。じゃあ食べ続けた場合に、5年間で取る量は100以下で、じゃあね、200になりますよね。100取ったんですね。300になりますよね。それでもいいのかっていう議論が起きないのが不思議なんですね。私は非常にこの100というのは高すぎると思っています。これはだんだんと本当のことが出てきますから、過失責任は必ず証明されています。これは県民健康管理調査の闇っていう本で言いましたけど、談合してたんですよ、隠蔽のための。ブロックされてるんですよ。これね、オリンピックに対する風刺が外国から来たメールの中にこんなのができてたんですね。だから外国人って器用だなと思うんですよ。こんなのを考えるんだもんね。国民との意思の疎通は完全にブロックされており、私は完全にコントロールされています。だけどこの人はね、 ABE 心臓という人ですから、間違いなく ABE 心臓さんは、ね、意思の疎通はブロックされており完全にコントロールされていますというのになってそうですね。これはよ、外国というのは非常にユーモアある国ですよね。国民性ですよね。双葉町の線量、先ほど言いましたけど、あの避難の関係で双葉町の高線量っていうのは、この新聞発表で
出た時には 1.59 ミリシーベルトでした。今度の日曜日、この前の日曜日の9時からのテレビ見て愕然としました。 NHK は 4.6 だっていうことを映しました。県職員がちゃんとあの、ね、データをちゃんと出すやつを NHK があの 4.6 ミリシーベルト時間ですよ。とんでもない天文学的に高いところに私たちがいたんですよ。あの爆発前ですから、これは1号機の爆発前に。それを福島県はなんと 1.59 ミリシーベルトに公表を下げてしまった。今度の NHK の番で報道特集を見て 4.6 だっていうのを私が気がついたんですよ。とんでもないことを私たちは騙されていました。嘘をつかれていました。このぐらい原発事故っていうのは多重防護じゃなくて多重に嘘をつかれているということですよ。その一方的に被害者になるのは国民でありリッチの人たちなんです。私は怒りましたね。だからこれも新聞に出ました。県民を守る姿勢がないと怒りました。私しかこんな時怒ってないんですよね、福島県の中で、久留米町で。だから怒られるんでしょうね、クビになるんでしょうね。こういう事故の関係ないっていうのはおかしいよって言ってくれてます、ね。まあ脱エネルギー植民地って、植民地っておかしいなと思ってこれちょっとつけましたけど、これは本です。本のあれですけどね、皆さんにはあの本の題名だけ記録してありますけども、12ページですね、12ページがこの次のページまでこういう本がありますので、もし興味があれば求めていただいて、見てください。東京大学の金井教授は核外と言っています。核の外、ね、人権の条件。今日本語聞いてますけど、最近勉強したんですよ。福岡に行くときにこういうような時代だったもんですから、人権というのはよく本買ってみました。見るべきですね。やっぱり行政の問題も含めて見直ししてます。自治体のこういうのも勉強してますね。なんか負けるわけにいかない。ここの中には、教育と医学っていう本の中には、これ慶応出版ですね、慶応大学、義塾大学出版で出してるんで、1月号に大森教授が書いた本の中に、福島県の教育事情、そして放射能のいかに1ミリシーベルトから20ミリシーベルトに持っていったかというそのひどさを表しております。これいいですね。小泉さんがいいんじゃなくて、小泉さんはどうでもいいんですよ。これがいいんですね。新しい日っていう考え方。エイモリー・ B ・ロビンスさんっていうね、ロッキーマウンテンの研究所でわずかなエネルギーで熱帯植物か育ててるっていう、このいわゆる熱の遮断ですね。熱遮断と、だもう一つ、熱遮断すると空気環境が悪くなりますから、空気環境、室内環境基準 の炭酸ガス濃度をいかに上げないでその断熱やるかっていうのの技術さえ解決すれば、一軒のうちにエアコン1台あればもう十分ですね。本当に水牛ストーブいらないぐらいなんですけど、もうエアコンつけなくてもいい。何かの熱源でもって太陽熱の温水を使ってヒートポンプ、これも電気使うか、ヒートポンプ利用したり、いろんな組み合わせすると新しい火の創造になるんですね。だから原発はもう時代遅れですので、そんな意味から原発についてはもう皆さんはね、考えを改めていいんじゃないでしょうか。そして原発が止まると仕事がなくなるっていうことは、これは嘘です。廃炉するのに30年から40年かかりますから。だから今まで出稼ぎしたり定期点検がなくなって、その場に入れなくなった人はどっか全国に来ましたけど、そうじゃなくて廃炉作業があればもう絶対にそこにずっと言い続けられるんです。計画的な仕事ができるんですね。そして何よりも違うのは、双葉っていうか福島の場合は放射能がのね、近寄れない放射能の環境の中で作業なんてもうほとんど絶望的ですから、そうじゃなくて壊れる前の原発を壊すのは近寄れるんですよ。町も避難しなくていいんです。町も壊れなくていいんですよ。
町壊して喜んでる人は誰もいませんよ。一番の被害者は高齢者と子どもです。私の町の子どもたちは学校の校歌はもう歌えません。中学生は とにかく3年間もう双葉中学校の校歌は知らないまま育ってしまっています。小学生は半分ね、3年生までは自分のところね、北小学校、南小学校ってありましたけども、その校歌を知らないまま育っています。朝日新聞に福島中通り地方の高校生が寄稿した文章、私たちは経済の犠牲者です、放射能の影響を生まないということは東北自動車道、東北新幹線を止めなければならないと、止めないために私たちは安全だとか大丈夫だって言われてんだと、私たちは原発事故の犠牲者だという、このパワーポイントどこかに入ってるんですけどね、その文字は。そういうことを皆さんは子どもたちに言わせないでください。どうぞ、まだまだ時間が来ました。話し足りないところいっぱいあるんですけど、いいところ取りしていただいて賢い選択をされることを強く望みます。まず気持ちの弱いもの、責任逃れするやつは一番先何やるかって言ったら嘘をつきますから、嘘をつかれないようにしてください。どうもありがとうございました。それでは今から休憩をしますが、恐れ入りますが8時までとしまして、8時から予定通り質疑応答を開始いたします。その間に日々自由にお手洗い休憩などはお願い申し上げます。で、後ろにスタッフの名札をつけているものか、もしくは司会者席まで質問用紙があればどうぞこちらまで持ってきていただきましたら、この数分間の間に見させていただきます。どうぞよろしくお願いします。それから合わせまして恐縮ですが、タンパラ箱を置いております。今回外線等で私たち手弁当でやりました、チラシも作りました。ぜひ皆さん乾杯をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。8時から予定通り開始いたします。つかの間の休憩時間で恐れ入りますが、ただいまより皆様からの質問に対して井戸川様にお考えを述べていただきます。その後、時間の許す限り皆様からも、会場の皆様も手を挙げていただきましたら、マイクが回っていきます。よろしくお願いします。はい、急いでお答えいたします。身体障害者や動けない老人等はどのように避難できたでしょうかということですけど、双葉町の隣の、ね、大熊町の双葉病院は悲劇的でしたね。情報の伝達が悪いのと、いわゆる避難手段が整っていなかったということで取り残されてしまいました。双葉町について申し上げますが、町の施設にいた人たちは、そこにあるバス等を使ってですね、避難を私たちと一緒に逃げ遅れてたもんですから被爆しながら避難しました。で、その老人施設の高齢者たちが避難したことで非常に不都合だったのはヘリコプターを使ったんですね。双葉高校というところに施設からピストン輸送というかピストンまでしなくていいんですよ。施設のバスで移動してヘリコプターというのは非常に無理です。はっきり言って人数は制限されますし、天候に左右されて全く今度は絶対使っちゃダメだと思うんですね。やっぱり陸路でバスで行った方が効率よく避難できますから、その場所から待ってる時間っていうのは相当時間が無駄なんですよ、ヘリコプターっていうのは。時はダイレクトに阿武隈、私とか高知っていって高いそれほどでもないんだけど高知があるんですね。それを越えればよかったんだけど、それ短時間に行けんだけど、そうでなくて仙台に1回行ってそれからこう回ったっていう、ものすごくこう、三角形の異変を回ってしまった。それも
長辺三角形の長い方を回ってしまったという可能性があったんですね。それとスクリーニングということで日が出してますから、スクリーニング会場で13000CPM 以上の人は身ぐるみ剥がされてね、裸になって水で体が洗われたんですよ。死ぬ思いしたんですね、高齢者の人たちは。本当に私はその場にいなかったけど、状況報告を聞いた時には地獄でしたね。完成しないままですけど、ただ私の町は社会福祉協議会も老人施設の施設も行き続けさせたんですよ。ある町はもう職員がもう職場放棄していませんから、閉鎖した町もあるんですよ。ところが私はその一体となって彼らの職員と入所者とかそういったデイサービスで来てた人たちも一体となって避難したんですよ。職員たちの車で施設の車に乗っけて避難したという、それが一箇所にまとめられる原因になって、社会福祉協議会は昨日はずっと続けることができました。で、高齢者施設、老人施設は一旦福島 の中通り の施設に一人でも二人でもとにかく空いてたところに受け付けてもらいました。引き受けてもらいました。で、今もそのままになって再建はできておりません。社会福祉協議会はそれぞれの仮設の住宅の中にその集まる集合してケアできる場所を作ってやってますけど、でも十分ではないですよね。引きこもりになってみたり運動不足になったりしておりますので、まず老人の人たちは今の状態で避難して、そして今の状態で避難した後の生活ができるかといったら全くできません。無理です。だって職員も辞めていく職員もいますからね、施設の。誰もだから自分が可愛くなってしまうんです、最後は。そうすると職場っていうよりも自分の家庭を、自分も親持ってますからね、だから必然性があるんですよ。自分の親も見なくちゃなんない、何も見なくちゃなんないって。だから事故起きたらば本当に最初に被害に遭う方たちですね。まあなんて言うんでしょうね、まあ点数つければ10点ぐらいしか点数つけられないんじゃないでしょうか。あとの90点は不満だらけだと思いますよ。不備だらけ、不満だらけ。今福島で除染された土を福島で埋め立てる方が良いと言われていますが、そのことについてどう思われますかということですけど、これはですね、まだまだ議論が足らないんですよ。一方的に環境省が話をなんか作ってきて話してて、私が現職中に環境省に対して、なぜあなたが出てくるんだと、東京電力出せと、東京電力と国と その責任分担をはっきりしろと、どうして税金を使ってその対応するんだというきつい質問をずっとしていて、結局答えられることができなかったんです。環境省は答えられないままで今も進めてるんですけど、私は福島県知事がなんか中間貯蔵施設に出しゃばってるんで、福島県知事に質問書を書きました。あなたはどうして地権者を超えてこの問題に介入するんですか、できるんですかって質問書したら、回答書に地権者の了解なしでできませんって回答きました。当たり前ですよね。さっき言った行政手続き上から地方自治法から何からいろんな方の熟知した中での質問ですから、それ以外答えられないんですよ、地権者の。ところが地権者をさておいてやってるのが今のこの土の問題。除染の問題で最初に原案の時、除染の案がちゃんと法制化する前に、私は NHO の職員と、まあ、やり合ったんですね。自然界は除染はできないと、閉鎖空間、こういう部屋の閉鎖空間なら除染っていう言葉はできるけど、オープン空間の自然界は除染じゃなくて放射能を除去しなければダメなんだと、除去しなければ完成はしないんだと、どん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 川にね流していくようなね、洗うっていうね、除染洗うっていう言葉を使ってましたから、だからどんどん川に流して阿武隈川に流れていくんですね、福島県の一番大きな川、そしてそれを宮城県の海に出るんですよ。だ太平洋まで除染するのかって言ったことあるんですけど、彼らはいい加減なんですね、本当にいい加減ですから、これはもっと原点からですね、放射性物質をどういうふうに真面目にですね、私は議論するべきだと思っています。
責任の持ち方も含めて。ところが東京電力はあのゴルフ場ね、皆さんもご存知のようにゴルフ場の問題で撤去しろっていう裁判で無主物ということで自分のフェンスの外に出たものは自分のものでないって裁判で勝っちゃったんですよ。ご存知ですよね、無主物裁判ってもね。じゃあいかだでもそれが起きた時にこの辺にあの、まあ、万が一起きた場合ですよ、万が一起きた場合はこの辺のあれは町村が責任を持ってやらなければならないということなんですよ。町村がやるということは町民がやるということなんですよ。なぜ俺たちは自分たあの電力会社は自分たちのフェンスの中だけで責任を持てばいいということになっちゃったんです。裁判でね、おかしな裁判ですよね。それも整理しないといけませんね。誰の持ち物でもないということに位置づけたのになぜ環境省は公共事業ですって言ってるんですよ。公共事業っていうのは皆さんの税金を使ってやるんだっていうことを言ってるから私は何公共事業って言ったらばいや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 って言ったんだけど本音はそうですね。皆さんの税金を皆さんが騒がないこといいことにして再稼働を求めるもんだから皆さんがそれに臨場してどん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 あの国民負担が増えてきていると思いますからそれも含めてこの日本の原発事故 の最初のモデルですから我々の地方がいい加減にされることによって皆さんが今後起きた時には必ずそれが前例になって福島でもやったからと、ね、20ミリでも済むようにしたからと、ね、女性は自ら、ね、やるとか田村地方 の田村市の宮古寺地区なんていうのは山はやらないわけですから住宅をやって線量計は測るなって言ってるわけですからあと線量計つけて事故の線量計で自己管理しろって言ってるわけですからめちゃくちゃですよね。事故を起こしたのは誰だと。汚い話ですけど、うんこかけられたら皆さん怒りますよね。そうじゃないんですよね。匂いもしない、何もしないから、何でもないと思っちゃってると。だけど多くの県民は何でもないとは思ってませんから、この除去の問題とどうこれから処分と対応していくかというのは福島県の県が県民と一緒になって考えるべきであって環境省に考えさせるものではないと思っています。原発事故発生した場合避難しなければならない近くの町村伊方および八幡浜市住民は住めなくなるのでは住めなくなりますよ当然そんな2日3日で帰れると思っちゃダメですよ。避難させられたらもう永久に避難だと思ってくださいよ。だって27年経った今ウクライナでやっぱりまだ無理なんですよ。50年以上経ったあのあれね、ビキニ環礁のロンゲラップ島だってまだ無理なんですよ。だから避難を考えることは愚かだと私ははっきり断言しますよ。避難を考えちゃダメだってさっきから言ってるように避難させるのは原発に避難させるんですよ。皆さんお前たちが出ていけと私たちは幕足からいるんだこの海で生活してるんだよとこの山で生活してるんだよとそれがどこかに行ってできるわけないじゃないですか。地球上にどこにもないんですよ。伊方町っていうのはここにしかないんですから双葉もないんですからそこを強く言わないと当然住めなくなりますね。農産物みかんできなくなりますよ。だって今からあの内部蓄積100ベクレルでいいって言われても内部蓄積あるいは福島の魚はストロンチウム測られていませんね。でセシウムがないから出荷なんて言ってますけどストロンチウムが一番怖いんですよ。で骨髄に蓄積したら白血病ですからこれからですから白血病になるのはあの魚を食べさせることからです。魚の放射能の測定なんて生身では分かりませんよ。そのものをそっくり干物にして測れば分かりますよ。おそらくベータ線もその時は測れるでしょう。生身の中で水分がいっぱいあるのに放射能なんて検知できないじゃないですか。それを生身を測って影響がないなんてバカなこと言ってるんですよ。伊方から40キロ、県域へ内子町ですね原発庫内の建設残土が運び込まれていますがこのような行為についてどのように考えたらよいでしょうかということですけど放射線量を測るべきでしょうね。土壌線量を測るべきだと思いますけどね。伊方の原発は B でしたっけ P でしたっけ P です P ですよね P ですね。私の事故前の素人の知識では
DWR よりも TWR の方がトリチウムの量が出てるというふうに理解してたんですよ。状態ですよ、運転状態の時に。私たちの BWR も運転状態の時に常時トリチウムは出てたんです、海水中に。で、P の方がちょっと多いっていう認識はしておりました。間違っているかどうか分かりませんが、だから、海水を汚濁すると、もう本当にさっきのカレードスコープの映像ではありませんけども、取り返しもつかないことになるでしょうね。土壌 の、 あの放射能を分析した方がいいと思いますね。裁判をするとして、その進捗状況ですか、ほとんど棄却されているようですが、未だ自民党の再稼働経済界急いでいます、とても怖いですね。怖いですね。何が怖いかというと、福島県内の自民党 の、 県あの議員たちは全然私たちのことを取り上げてませんから、国会で選挙の時は、ね、やるって言ったんですよ、一生懸命やるって。私も選挙に立ったけど及ばなかったですけども、ね、女性議員も野党の時は私を使って予算委員会で民主党いじめしましたけども、自分たちが与党になったら電話一本汚しませんね。その挙句に福島県内 の、 の子どもたちの学校給食に県内の食材を食わせるんだって、あれいいことだって、ね、推進したんですよ、少子化担当大臣が。そういう状況ですから、めちゃくちゃですけども、でも裁判はやらないといけません。どんな些細なことでも裁判をやって勝ち目を見出していく。岡山地裁でしたっけ、伊方裁判所、伊方裁判で有名な裁判ありましたね、判決。あれは過去に何かあった場合にはということが入ってたと思いますね。伊方でしたっけ、伊方判決でしたっけ、最高裁のね、事故は今はないけども、やがてあった時どうのこうのという文言があったような気がしたんですけど、だからあれもう一回見てください、あの判決のね。これはど忘れしましたけど、私は頭のどっかにしまってあるんですよ。今頭悪くなって、そのしまったところが分からなくなってしまう、非常につらい。これはね、放射能、強い放射能を浴びると老化するんですよ。いや笑ってますけど本当ですね、老化する、白内障になる、もう喉がおかしくなる、いろんなところが症状出てます私は。だから今日こうして皆さんとお会いするのはこの次はないかもしれません。声の出るうち一生懸命今全国回って歩きますけど、いつ声出なくなるかわからない状態になっております。そのぐらい進んでいます、自分では。だから見てください、ちょっとね、これはいいねっていう判決文になったようですね。小泉元首相の原発での発言、功罪を考えて、まだ分かりません。功罪っていうのは、あの方は非常に謎めいたところがあって、カリスマ性があって謎めいたところがあるもんですからよく分かりませんけども、ただ自民党はやりにくくなったでしょうね。いわゆる全会一致でないというところが、発言によってこう揺れ動いたようですから、だから、まあ、彼の発言で将来のエネルギーとしてはもう終わりだよということは私は共感しております。原発は終わりにしないと子どもたちに将来負担、過酷な将来負担を残しますから、私たちの今の時代に止めて、燃料の処理をどうするかということを国民的合意をしないといけませんね。電力会社が全責任を負えるのかって言ったら負えないわけですよ。それを国民の税金を使うということは、じゃあ何パーセント使って何年ごとにそれを使っていくかって、そういうルール作りしないといけないんですよ。闇雲にも今先送りして若者たちに消費税を上げて景気良くなったバカが叫んでますけど、可処分所得、皆さんの可処分所得を減らさないことが景気を良くすることなんですよ。これをこの原則を曲げることで景気良くなるということは決してありませんから、だから可処分所得を減らさないということは行政負担を減らすとか、今行政負担はこんな格好になっていると思うんです。私は だいぶ前からそれ、財政非常に倒産する寸前の町でしたから、それを再建するのにいろいろ学びましたけど、こういうような状態になってて、
行政がこのぐらいのこういうふうになってて、国民がこのぐらいになって、行政を支える国民力がどんどん弱まっていってた。一番の原因は経営者が劣悪な経営者しかいなくなって、あ、経営者いただくときは耳塞いでください正規雇用の雇用形態を守れない経営者だけになっちゃったんですね。昔は社会的なその存在というか、社会貢献的な義務的な、そういったところが企業経営者には持ってたんですよ。だから非正規雇用社員を多くして喜んでる 社長っていうのは非難されたはずですけど、今はそれが当たり前になってしまいました。もうそれを今度の総理大臣はさらにまた延長しようっていうか、際限なくしてしまったから、だから将来の原発の負担を賄う子どもたち、高速道路あるいはいろんな橋、いろんなもの、公共物のメンテナンス費用を考えないまま今公共事業をやらないとダメだって自民党は言ってるけども、あれ全く逆の効果ですね。だからそんなことの逆に向かわせるために、小泉さんますます発言してもらいたいなと、希望を込めてお話ししました。大阪前衆議院議員、分かんないんですよ、ちょっと大阪さんの発言って。どんな発言でしたっけ？これ、大阪さんっていうんですか？愛坂さんって言うんですか？大阪さんですね。私のFacebook とかそういった情報に来てないもんですから、どんなひどいこと喋ってるんですかね。いや、ドイツに見られてた。ああ、ひどいことじゃなくていいことですね、ごめんなさい。ドイツの、私もドイツのね、ZDF のテレビに出てますけど、仙台原発を見に行った時、発電機がシーメンスに変わってたんですよ。シーメンスに三菱電機だったんですよ、ずっとね、あの発電機は、仙台原発の発電機は。それがシーメンスに変わってた。で、仙台原発の職員に私尋ねたんですね。なぜシーメンスなんだって言ったら、総合的にシーメンスが勝ってますと。いわゆる価格の面とか、その他も含めて、メンテナンスもそうなんだと思いますよ。で、取っ替えたんだっていう話聞いたときに、なるほどなと。電力業界も少しは、そういうふうにね、真剣な現実的な対応をすることになったのかなと思いました。だからドイツの、マイスター制度っていうのは私非常に評価してるんですよ。ああいう体質を日本は持たなければならないから、すいません悪く取っちゃってですね、もっともっと我々はドイツに学ぶこともあって、また行政のシステムはヨーロッパに学ぶべきだと思いますね。フランスのビケチル発電所のある市に去年行きましたけど、市長さんが来てくれて、市長さんと話したときに、市長さん、市民は何人いますかって言ったら3000人だそうです。3000人の市民の市長さんですよ。だからそんなに飾ってもいないし、私が行ってる間ずっと付き合ってくれたんですよ、気さくにね。だからそんなに威厳っていうか、そういったこともなくですね、やっていただいた。ああいう民主主義っていうのは、経費のかからない民主主義っていうのはいいなと思ってますので、ますますドイツとかああいったいいところを取り入れるべきではないだろうかというふうに、自分の持論も含めてお答えいたしました。あ、そうですね。じゃあもう時間も迫ってまいりましたので、会場の皆さん、この紙に書かないで、今までの中で質問を感じたこと、何か聞きたいことがあれば、時間の関係で3人までですね、挙手をお願いしたいと思います。はい、ちょっと言ってみるだけ。はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。じゃあ後ろ始まっちゃったから、はい、お願いします。後で質問をいたしますが、はい、これ愛媛新聞の資料でございます。福島原発については前期廃炉にということで59の市町村が決議をしております。愛媛県でこの四国ネットワークの連携団体などが呼びかけて県内16市町村に議会に提出した
四国電力伊方原発の再稼働を認めないことを求める請願陳情の結果が発表されておりますが、伊方町はこの陳情を不採択にしております。一番危ないところなんです。福島は廃炉にせよと言っているんです。愛媛県にはこれの採択は現在ゼロです。しかし前にその再稼働を認めない趣旨の意見書を常に国に提出しているのは紀北町、上島町の 2町村がございますが、それを除いたら一箇所もないんです。残念な極みなんです。それで今宇和島と内子は議員と面談して8月議会に提出する予定だということになっております。これで付帯策のは新居浜、今治、久間、高天橋、朝木、伊方の5町村です。私たちの力がまだ及んでないと思いますが、ぜひ今度市長選が、町長選が3人の予定校が今決まっているそうですけれども、今日も私も参りまして、ぜひ先生の双葉町の町長さんのお話を聞いてくださいということで、お願いに行って帰りました。こんなに重大な次戦実中央構造線で高知県の岡山岡村教授さんの先生が8以上の震度8以上の巨大地震が予測されると明言されてるんです。そういうところの原発を稼働してはいけないんです。これが出た場合には被害が全部に及ぶんです。そこの点について先生、福島は非常に進んでると思いますが、愛媛が非常に遅れておりますが、ご意見を伺いたいと思います。皆さんが結論から申し上げますと、皆さんが決めることなんですね。で、地方自治法の中で、市町村長が決めることっていうのは決まってますね。市町村議会議員が決めるということが決まってます。じゃあその再稼働について、あるいは原発の維持運営について決めることができるかどうかっていうのを調べてみてください。おそらく条例規則を作っている市町村はないと思うんですね。原発にかかる、だって権限がないわけですから、国がその許認可権全部持ってるわけですから、だから同意できることもできないこともできないと思うんですね。そこをやっぱり皆さんが地方自治法を人のことじゃなくて自分のために、自分を守るために地方自治法というのはあるんだよということで学んでください。あれは市町村長の権限まで、誰の権限まで、限界まで書いてありますから、議員の決められることもきちっと謳ってありますから、予算とかなんかね、その決める、多分忘れましたけど96条、地方自治法の96条の中に議員の決められることが書いてあったように思いますが、だから法っていうのは法の番人のものでなくて国民のものだということで、全て自分のことを書いてんだなというふうに理解していただくと進路が見えてくるかと思います。先も言ったように皆さんの総意を3人でも5人でもいいから、その人たちがグループを作って、いわゆる私たちはダメだということで通知書、ね、文書体作りましたけど、あれを自分に置き換えて自分たちが都合いいように書き換えて、自分たちが判断したことを自分たちが告知するということ、例えばそれによって事故が起きてしまって被害が起きてしまったと、じゃあその弁済はあなたの責任ですよというような通知書でもいいわけですよね。それを公正証書にするかしないかは別として、とにかく内容証明で送りつけておくと、それは私たちはそういう意思を 表明してますということの証拠書類になっちゃうんですよ、皆さんの。だから副本を取っておいてね、通知書は出しっぱなしじゃなくて
それのコピーを取っておくとか、割り印をしてね、文書には割り印をして、2部作って割り印をして、1部は自分のところに持っていくとかって、そういう手法がありますから、まず法を勉強されて、法にないことは決められませんから、どこの誰も。無法なのに、めったやたら決めることはできません。まあ、誰もが嫌がってる、国民の大多数が今嫌がってることを、それをやるということは分かっててやるわけですから、当然その人たちはかかるいろんなことが起きた時の費用の弁済は、責任の所在と費用の弁済は生じてくるんではないかなと。日本の、常識から言うとですよ、裁判官がどういう常識を持ってるかは今分かんないところがあって、今までずっと原発訴訟は全部負けてきましたけど、でも負けてきたっていう実績をもう再評価する時期に来てるんじゃないかと思うんですね。あなた方が、ね、棄却したけど実際起きたじゃないかと、これどうするんだと、そういう申し入れも申し立てもするべきではないかと私は思ってますけど、私だったらやりますね。もう今私個人として今裁判の準備してますけど、弁護団の組織をしてますから、そしてやることに今科目も決めてやってますから、私自身が誰かに頼ることなく私の責任の中で私やってるんですね。それにはやっぱりいろんな勉強をすることにしています。はい、じゃあよろしいですか。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ前の方から。すいません、あ、すいません、もう一人。あ、金沢か。原子力発電所で原子力事故で、まあ、いろんなことを情報として聞かせてもらったんですけど、メルトダウンのことは、まあ、ほぼなんか少し分かったんですけど、単純なああいうふうなことでああいうふうな事故が起こるんです。電源がなくなって冷却水、そして発熱したいこと、単純なことがなんで、防ぐことができるかって、僕ら素人はそう思うんです。で、それからずっと気をつけることとしては、基本的にどういうことを問題があるんだろうか、そういう単純なことができてないなら他にもいっぱいこういっぱいのか、基本的な問題だけど他にもあるからで話を聞かせて、そういうことを、まあ、ここへ来て聞こうかなことって話の中に出てきまして、あれ原子炉の容量ですかね、手抜きをして安上がりにしとると、そういうことを初めて、例えば生テレビなんかで見たりするんですけど、3時間も4時間も話、そういうの初めて聞いたんで、例えば伊方の原子炉は手抜きをしたその容量の小さいのですか、例えば対策として1日体験いうのが あるんですよ、原子力発電所、伊方で僕行ったんですけど、若い女の子がバスガイドみたいでいろいろ説明してくれまして、一応対策みたいな話が世間であるようなことを話して、まあ、少しはできておるのかなと思って帰ってきたんですけど、その容量が伊方も手抜きしとるんですか、手抜きしたのをつけとるんですか、そこら辺ちょっと聞きたいんですけど。いいですか、お答えいたします。伊方のことは分かりません。私は福島の1号機の話をしています。伊方 のマックスがどのようなね計算されて、ミニマムがどういう計算されているかの計算式は分かりませんので、計算式を電力会社に求めてください。要するに間に合ってるのか間に合ってないのか、間に合ってるとすればどういう計算してどういうふうに、ですね、うん、関係者が例えば知事とかそういうことは例えば四国電力の人は情報をしっかり業者の間で分かってると思うんですけど、分かってると思うんですけど、そこあたり非常に大事な、これも単純な話ですよ、はい、大事なことなんで、例えば伊方 の行政をしている人はそこあたりどういう判断をするんですかね。申し訳ないですね、伊方の行政と住民の皆さんの関係は分かりませんのでお答えしかねますけども、
行政の方で全部知ってるかというとそうでもないんですよ。要するに先ほど言ったように原子力安全保安院だって知らないこともいっぱいあるんですね。今汚染水の問題を国が前面に出てやるって言ったって、昔から私原発見てて、国が前面に出てやれるだけの技術者が国にはいませんから、やっぱり電力会社がやらざるを得ないんですね、安全管理も含めて。だからそんなにスーパースターがいるわけじゃなくて、あんまり今回の事故を防げなかったっていうのは事実ですから、人間の手に余るほどの事故だったということですよね。県知事さんが知ってるか、ここの町長さんが知ってるかっていうのは私は分かりません。皆さんがやっぱり皆さん自身として危険だったらば、皆さん自身も知識を人任せにしないで聞くべきだと思います、調べるべきだと思いますね。皆さん本当に時間がなくて申し訳ございませんでした。またしばらく前町長がおられますから、個別にまたここにいらしていただいて、この後記者会見の後ロビーででもご質問に答えていただけると思いますから、どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは最後にお礼の挨拶を、近藤誠様よりお願い申し上げます。どうも皆様、本日は、すでに開会の挨拶の中でももうすでに長く述べられましたので、あまり話しませんけれども、本当に今日これだけたくさんの皆さんがですね、今日の講演会に、ご参加してご来場いただきましたことを心よりこれを申し上げたいと思います。また井戸川様にはですね、遠いところこの大変な福島事故の体験をされ、リーダーとして町長として体験されてですね、そしてその体験を、私たちにですね、本当に端的に分かりやすくお話ししていただきました。私は前回八幡までの講演が個人的事情で参加できず、私も皆さんと同じように今日初めて井戸川先生の様のお話をお伺いしました。その中で、私たちはですね、従来、例えば私はこの伊方原発についてやはり疑問や不安ということについて長らく訴えてまいりました。そしてあるいは避難計画についてもですね、これはとても実現できないと、こういうことで原発がないことが安全ではないかと、このように訴えてまいりました。そして今日の講演の中で、井戸川さんがですね、この避難をしないことの宣言を四国人民に対して行おうと、このようなですね、非常に積極的なことをですね、私たちに訴え教えていただきました。私は本当にですね、その通りだと、そのように本当にお伺いを得たという気持ちを持ってお話を伺いました。私は八幡浜の大平というところに住んでおります。伊方原発からちょうど10キロのところにあります。施設のちょうどすぐ近くにおりますが、私の両親が眠っとるお墓も大平にございます。この原発の事故が、起きて福島のような実態になればですね、このお墓を持って逃げる、そんなことは到底、できません、叶いません。これは皆様も同じことであろうかと思います。畑や家や、そして、私たちの子供の頃からのつながり、友達、あらゆる商売のですね、お得意客、そういうあらゆるものを私たちは失って逃げていかなければいけない、そんなことがあっていいのかという、本当にそのことについて理不尽だと私は本当に思っておりましたけれども、今日の江戸川様の、ね、お話で本当にそうだと、まさに原発こそが避難していかなきゃいけない、私たちはここに残ると、このことをですね、私たちは地域の住民としてですね、それこそが私たちの本来取るべき行動であり考えであろうかということを本当につくづく教えていただきました。また、先ほどこの資料の中で、私はカレートスコープという中での資料の中で欧州連合のですね、報告書による約3万4000平方キロメートルがですね、大変な汚染地域になっていると、こういういわゆる報告書が出ているということも私正直今初めて知りまして、
本当に大きな教育を受けました。私は以前新聞社の報道によって約そこに居続けると年間1ミリシーベルト以上、やっぱり線量限度ですね、年間線量限度以上の降雪を受けるという区域が約1万3000平方キロメートルに及ぶであろうという、私は報道資料を持っておりまして、それは約四国のですね3分の2に当たる、これは面積です。しかし3万4000平方キロメートルということになりますと、これは37万平方キロメートルの日本列島の10分の1に匹敵するようなですね地域です。福島県とそしておそらく関東地域全域に及ぶようなところがですね、私たちが放射線管理区域の中に住んでいると、このような状況が今の福島事故によってもたらされた、そういう事実をですね今私は知りまして、これまで知っていたことよりもはるかに大きなですね汚染状況があるんだということも私は今日教えていただきました。関東地域には私の娘も暮らしております。他人ではございません。本当にそういう意味でもですね、福島の事故は決してその地域のことではありえず、私たちの問題である。もし伊方の原発が今後ですね運転していくということになれば、やはり私たちはいつ福島になるのかわからないという中で、私たちは不安な暮らしをしなきゃいけないのかと、まあ、私はそのように思います。しかし、本日の、この講演はですね、あくまで福島事故の実態とそこに携わりました江戸川さんの体験を、まあ、お聞きする会であり、またそれを皆様に聞いていただく会でございます。今後皆様ですね、反対賛成というそのような立場や考えも超えてですね、そういう垣根を超えて、私たちはですねこれから伊方町あるいは発生地域そして薩摩川半島、こういう地域を今後子どもたちや未来の孫や人々のためにどのようにですねやっぱり暮らしていき残していくのか作っていくのかということをですね、ぜひ今日参加しました皆様、今日の集会を契機にですね、講演を契機にぜひ共にそれを考え真剣に進んでまいりたい、していただきたいということを心から望んでおります。改めまして今日この講演会成功に走り回っていただきました多くのスタッフの皆様もお礼を申し上げ、また今日の講演者の井戸川先生にですね本当に再度心よりお礼を申し上げていただきます。本当にありがとうございました。皆様本当に今日はありがとうございました。こんばんは、本当にありがとうございました。何かとね平日の忙しい中おいでいただきまして本当にありがとうございました。やはり反面教師としてですね、私たちをよく見て、そして決して自分たちはあのようにならないという強い思いを持ってお帰りください。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。皆様本当に今日はありがとうございました。今日の参加者は96名の参加です。今伊方でも3号機の安全審査が行われてますけど、はい、安全審査についてはどのような考えをされてるんですか？私たちの人の問題には言及されてないようですけど、もうこれ人を入んないで安全審査っていうのはできないと思いますね。今のやり方は非常におかしいと思いますよ。人の安全、住んでいる住民の安全は勝手にやれっていうようなことで、プラントの安全だけでそんなこと世の中通るわけはありませんけど、そういう片方しか見れない人が安全審査することは私は愚かだと思います、ね、やってはいけませんね。つまり住民の意見も反映させるべきですね。だから住民の意見も当然ですよ。安全審査の中にそれ当然入ってもらわなくちゃならないし、住民の安全をどのように考えるかですよ。フィルター弁当がいいっていう風にしたのは、福島の事故で放射能を出してしまったことを正当化しようとすることなんですね。私は絶対にフィルター弁当っていうのはあってはならないと思ってますから、以前よりも厳しく放射能を出さないプラントになったよということを世間に知らしめないで、放射能を出す措置にしましたね。でこの前の NHK、 ごめんなさい、ここカットしてください。ね、某テレビの番組の中でイタリアでフィルター弁当の装置 の限界というのを見せましたね。水温が低いときは蒸気が水に変わると、
だけど水温が何回もずっとやっていくと上がりますから、水温が上がった途端にもう蒸気が、蒸気のまま生蒸気が外界に出ていくということが映像化されましたけど、あれはやはりあの事実として受け止めてですね、フィルター弁当の愚かしさをやっぱり見直さないといけないんじゃないでしょうか。まあ、行政に携われて立場に立っちゃって、このまあ伊方町であったり近隣の市町村、また県に今後どういう対応を望みたいというか、どういう対応すべきだろうかと思います。いや、だから自然を守る、歴史を守る、人を守るってことのものすごい仕事量ですね、エネルギーですね、時間、これをあの原発の再稼働によって犠牲にできるものだろうかとかですね、担保できるのかと、完全なる安全というのをあの今の規制委員会がやったから安全だと言って、それで実際事故を起きた時にどう責任を取るかというのは、やっぱりその再稼働の同意者としては示すべきだと思いますね、住民に対して。まあ、県も市町村も、まあ、その規制委員の判断を奪って、あの判断したいというようなコメントを出してるんですけど、そういう対応について全く無責任だと思いますよ。私たちが、地方公共団体が今度の原発事故でバラバラになっていることをどうしてあの評価しないんでしょうかね。安全審査の中でしてしまったことに対して、じゃあしない方法をどうするんだという議論がなされてないように思いますね。住民、立地側の住民の権利をどうやって保全するんだと、被爆をどうやって防ぐんだという、この議論のないまま規制委員会の結論に出たからいいですよって言えるわけないじゃないですか。2回目の事故はそんなに甘くないですね。世論は厳しいと思いますね。だからその厳しい中で同意して再稼働させてしまったらば、責任追及は普通じゃないでしょうね。恐ろしいですね。四国電力はどういう反応するのが賢明だと思いますか。ドイツに学んでですね、やっぱりあのリスクの多いことは、まあ、絶対避けてですね、健全経営に向かうべきだと思いますけど。放映できないでしょ、私の言葉は。そうですね。センセーショナル。センセーショナル。いや、だって当たり前じゃないですか。ここまで事故を起こされて、放置されて、そして片方でオリンピックの騒ぎしてるわけですよ。ふざけんなじゃないですか。いやいや、あるある。そうだ。はい。